こんばんは。今日からね、いよいよあの FX をね、まあ久吉はじめ私も国尾もね、始めていきますんで、まあ昔はね、要はあの今からね FX 鴻巣式ライブ塾を開始いたしますっていう感じでね始めて、まあ今日もね一応もう FX なんでね、あのそんな形で始めましょうかね。でチャットもね、あのガンガン入れてもらってね、まああの勝っても負けてもね、あの時間内で、まああの今日からね、あの改めてね、あのトレードをみんなと一緒にやるためにもね、一応このまああのみんなのことも思ってね、やっぱりあの倍率がね1000倍あるように、まあ日本だとね25倍なんで、まあちょっとねその辺、まあやっぱりお金もねちょっとしんどかったりするんで、まあ遊びバイナリーでいうね遊び感覚でできるように、まああの海外のメーカーでね、あの先輩で私も、まあちょうどね、あのみんな一斉にね100万500万って入れて、まあできる限りね、あの追い線注射ないようにね、これでやっていきたいと思いますんで、まああのいつでもねトレードできるように画面切り替えてね始めていきましょうかね。気合入れていきましょうね。大須で、なんかね質問とあったらね、ガンガン質問してくださいね。まああのね、時間内なんでね、勝てるかどうかはちょっとね、わからないですけど、まああの、気合入れてね、頑張っていきますんで、チャット誰も入ってこねえじゃん。まあ頑張ってね、戦っていきますから、ポンドマン来やがったか、久しぶりに。お前、ポンドマン俺の履歴見たか、お前。5日で1900仕上げたぞ、1900。たったの500枚入れて。ミルコさんはね、今日多分電話してくれた方ですかね、大阪の。今日私なんかね、イルス使って、事務員いねとか芝居こいたら、兄貴ですよね、なんて言われちゃって、参っちゃったな、みたいで、兄貴です、つってね、喋って。まあ、15分くらいがね、おしゃべりしたっていう感じで。いや、事務員はいないんすよね、みたいな。皆さんね、チャットガンガン入れてくださいね。あの、ネムネコさんとかね、ダイちゃん、リッチさんね。まあ、あと、我らがね、ファミリーのポンドマン。まあ、ポンドマンはね、もう7年で2008年ぐらいからね、ずっと長いんでね。まあ、どっかね、いいの見て、あの、チャンス見てね、仕掛けましょうかね、とりあえず。まあ、あの、ポンドマンがいて、じゃあ私もね、最近ポンド調子いいんで、じゃあポンドねぶっこみましょうかね。クリックチェック入れて OK にしてもう一回。じゃあとりあえず今ね、あのポンドをね、まああの25枚ですかね、私の表現で。日本だと25枚、海外だと 2.5ロット、 2.5 ロットで、日本だと25万通貨。まあ私は結構ね、あのあんまり意味わからずトレードやってますから、まああの先物から入ってるんでね、私はもう25枚つっちゃうんですけど、今久しぶりに隣で聞いたらね、25万ロットらしいですよね。ロットは 2.5 です。ロットはなんか 2.5 で、まああの海外では、あの日本では25万通貨。まああの勝てるかどうかわかんないですけどね、もう売りぶっこんで、あのまあここでね、毛抜き天井出て、まあ大陰線出て、ワンツースリーで下がってきてね、まあ25日ないし、まあこのね200日線までの下げを狙うかなっていう感じで。で、一応ね、日本円であのね、あの国内送金で500万ほど入金してね、まああの500万ぴったりからあのスタートしてきますんで、減らさないように頑張ります。とりあえずね。で、今ね、多分皆さんここで見てるように、今現状下は3700円負けて5000円負けてるみたいな。まあ私はどっちかっていうとね、あの、久吉とね、あの、まああの、国尾と違って、あの、もう実践型で行っちゃうんでね、あの、ちょっと初心者系の質問とかはね、あの、質問は全然 OK なんですけど、うまくね、答えれるかどうかわからないですけど、まあ基本的にね、私の時間もバンバンバシバシね、勝つか負けるかわかんないけど、リアルトレード、がっちり行きますから、バチコンで、負けるときもバチコン見せますから、きっちりね。まあ質問もね、何かあったらガンガン質問通してくださいね。おポンドマン盛り上げろよ、また。
昔のね、ファミリーなんかもね、ちょっと一回バイナリーに変えちゃってからね、まあ、寂しくなっちゃってたんですけどね。まあ、どっかからね、情報仕入れて、まあ、集まってくれるんじゃないかななんて思ってますけど。